わさびでございます。ルンルン。本日4月8日でございます。昨日ですね、緊急事態宣言が発令されまして、ここ東京もですね、人がまばらという感じになってるんですけども、なんと、私たち今日4月8日にですね、テイクアウトのカレー屋をオープンいたしました。なんでこんな時にって、お叱りの声もいただくと思うんですけども、私ちょっと思いがありまして、普段はね、ここ秘密基地 B っていうバーなんですけれども、東京の、JR の大塚駅の近く、まあ、場所で言うと池袋と巣鴨の間ぐらいのところにですね、秘密基地 B というバーを夜間営業していたんですけれども、そこがですね、やっぱりこのコロナの感染拡大によってちょっと営業できないなと。やっぱ夜そしてバーで、密閉空間なので、ちょっとバーは営業できないなと思って、やむなく閉めることにしたんですけども、ただね、その結構皆さん独身のお客さんとかは結構多くてですね、で皆さんやっぱり普通に会社に行って今でも働いてる人もいるし、家で自宅でテレワークみたいな感じでやってる人もいるし、仕事がなくなっちゃった人とかも結構いるわけなんですよね。で、そういう人たちのこうストレス発散の場みたいに、うちの夜のバーはなっていたような気がしていたんですけれども、それができないと。で、なんか他にその皆さんのストレスを解消できるアイテムはないかなって、もう考えに考え抜いて、まあ考えたのはちょっと半日ぐらいなんですけど、私決意しまして、テイクアウトのカレー屋さんだったら営業してもいいんじゃないかと。テイクアウトだったらお客さんがこうずっと滞留することもなくって、店頭に買いに来てくれて顔を見てカレーをこうよそってる間にね、元気なのとか、仕事どうですかとかっていう話が、で、わさちゃん元気みたいな話がこうできたりすると、やっぱちょっとでもこの自宅にいなくちゃいけないっていうことのこうリラックスの、シェフをお願いしている波多野さんっていう人なんですけど、私の先輩の芸人さんでして、まあ料理人なんですけども、波多野さんはね本当面白くていい人なんですけど、ぺこぱさんのM1 の応援動画っていうのが今85万回再生で、すごいいろんな人に見ていただいてるんですけども、それの中でですね、泣きながら料理をするという、まあ、独特なキャラを発揮してくれましてですね、めちゃくちゃそれが評判が良くてですね、もう僕も私も波多野さんの料理が食べたいっていう人が今までたくさんいたんですね。で、そういう人たちの、夢も叶える、同時にそういう人たちの夢も一緒に叶えられたらいいなと思って波多野さんをお誘いしたら、波多野さんはもう二つ返事でというか、やりましょうと。というのも波多野さんね、このコロナでやっぱり仕事を失っていたうちの一人なんですね。なんで波多野さんにもちゃんとお給料を還元して、で、みんなも嬉しいみたいなことができたらいいなと思って、こういう形が実現したわけでございます。よし、いきましょう。大きめですね。ゴロゴロよ。これ明日の分。明日の分を仕込んでると。一晩寝かせますから。あ、
最高。中覗いても良いですか？ね、こっちに野菜入ってます。実はこんななってるんだ。すりおろした野菜、ニンニク、生姜、はい、いろんな野菜。いいですね。これの甘みです。栄養たっぷりですね。そして結構辛めにしてもだから甘みが出る。これで確かにこれが秘密なんだ。これがそう、辛いけど甘いっていう。甘い野菜なのに。あれ俺芸人だよね料理人の顔してますよ。今日はしょうがない、はい、しょうがないしょうがない。それで来ちゃった。オープンします。頑張りましょう。イエーイお客さん来ました。ありがとうございます。これ食って就活頑張ります。あ、うわすごい。就活頑張ります。頑張って。映ってくる。上司に出歩くなって言われてない？言われてる。仕事。どうぞ。ありがとうございます。皆さん無事、はい、12時10分20食完売でございます。やったー、すごい、超早かった。本当ですね。いやで、結構知ってる人が多いかったですけど、初日ですか、ね、はい。でも Twitter 見てきてくれたうちらとは直接関わってないよっていう人とか、はい、あと並んでるのを見てパッて来てくれた方も結構いらっしゃって、うん、嬉しいですね。嬉しくてちょっとウレション出ちゃいそう。ウレション出さないでここ飲食店なんでウレションだけはお願いします。勘弁してください。明日から売れですよ。そんな。そう、どうですかシェフ。思いのほか売れるスピードが速くて、ちょっとただ初日だからっていうのも多分ね、その知り合いの方とかのご祝儀的な来店、そうですよね、ありきなんで、そうだからあんまり調子乗っちゃダメですね。そうですね、ちょっと図に乗りそうですけどね。はいはい、謙虚に行きます。はい、はい、でもこのね、私も食べさせてもらいましたけど、はい、ねえ、やすくんめちゃくちゃ辛みと甘みがマッチして、マジでうまい。もうほんとタイトルの通り大人の給食カレーって感じじゃないですか。給食のカレーよりはちょっとピリッとするけど、はい、あの感じは残しつつ、そうですよね、野菜の甘みでなってますから、はい、で野菜と肉がゴロゴロ入ってて、生姜とかニンニクの風味もすごくて、はい、体にいいですよね。体にいいです。免疫力今大事です。ですよね。どうですか味。味、いやめっちゃうまいですよマジで、うん、てか鶏肉好きなんですけど、マジで鶏肉うまい、ね、カレーやけどちゃんとニンニクがしっかり効いてるから、これは畑野さんすげえなと思うよ。何働いたんですか。僕もほとんどよそってましたね。よそい担当。よそい担当でした。なるほど。ずっとよそってましたね。で、畑野さんが計算して。そうです。あ、そうか。あ、わさびさんが。意外とそうなんだ。そう。いや、やっぱこう畑野さんが作ったら畑野さんが天井に出ないんだよ。確かに顔ですからね。そう。前にだって畑野さんの似顔絵超貼ってあるから、そうそうそう、ああこいつかって思ってる人いっぱいいるんでしょうね多分。こいつがこいつかみたいなね、ですよね。はい、じゃあちょっと引き続き頑張りますか。頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。いやーさーさ、はい、私も、カレーを買ってきました。ちょっと食べていきたいと思います。まずカレーがあって、ご飯、こうやって2つ同じサイズのカップに入ってるんですね。紙のカップです。かわいいでしょ。これをかけて、あったかな、あ、こぼれた。美味しそうです。めっちゃいい匂いしてます。さあそして袋には、スプーンも入っておりますので、早速食べたいと思います。いただきます。わ、いいね。
私も一緒に開発してるというか作り途中の時に意見いっぱい言ってるんで美味しいの当たり前なんですけど、見てください、この人参のでかさですよ。一応あのテーマとしては野菜とチキンゴロゴロっていうのが一個テーマなので、野菜ゴロゴロ、チキンもゴロゴロ入っております。最高。味はですね、甘みと辛さがこうなんか融合してるような感じなんだけど、あの辛さはスパイスの辛さなんですよ。ただなんで甘みもあるかっていうと、ちょっと一手間加えていて、大きく入れてる野菜もあればペースト状にして細かくして入れてる野菜もあるので、その細かい粒々の野菜の甘みが出てて、辛いけど甘いっていう、こうまさに大人の給食カレーをね体現しているわけですね。うまいわ。で、私駅中で今日唐揚げ買ってきました。これを入れて食べたいと思います。どうもー、最高やな。こうやってテイクアウトと別のテイクアウトを合わせるというね、こういうのもこの外出自粛の時期の楽しみかなと思います。こういうのでちょっと息抜きしないとストレス溜まって発狂しちゃうんで、おいしいです。畑野さんすげえな。あなたのいいね、あなたのチャンネル登録が私たちの旅の原動力になっています。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。アンコールワット。お祈りしてもらった。